城さん、少しお時間よろしいでしょうか。ああ、優勝おめでとう、三五宮ここみ。九条さんが助言してくれたおかげです。本当にありがとうございました。気にするな。それに勝敗を左右するのは互いの腕と策略があってのこと。それは誰もが知っている。とにかく素晴らしい戦いだった。九条さんが参加していなかったのが実に残念です。きっとお前には勝てないだろう。そんなことはありませんよ。九条さんも私と同じなのではないでしょうか。対局で腕を磨いたり対策を講じたり、他のプレイヤーと友人のように手合わせしたりするのを期待しているのでは。そうかもな。わかった。ならばお前が鳴上島を離れる前に七星召喚で一戦交えよう。ええ、喜んで。失恋女とあのなんとかの宮のなんとか身の試合を見て、俺様も燃えてきたんだ。額にある汗もふつふつと湧き立ってやがる。はいはい、親分がどんだけ興奮しているかは離島中のみんなが知っているはずだけど、荒滝派のみんながまだ待っている。そろそろ帰ろう。ちょっと待ってくれ、もう少しぐらい待たせたって大丈夫だろう。最後の最後に立ち子と一勝負してんだ。これし、わかった。男たるもの泣くべからず。お前を責めたりなんかしねえぞ立ち子。キララが彼女のことを陽子様って呼んでるのって何か訳でもあるの？詳しく教えてくれないかしら。いつか原稿を書くときに役立つかもしれないから。いざそれを話すとなると何か間違ったことを言っちゃわないか不安になってきた。何しろ私ってまだ妖怪としての歴が全然浅いから。そっか。それじゃあ油揚げと狐って何の関係があるの？もう君がそんなこと聞くからお腹が空いてきちゃったよ。稲妻の油揚げラーメンを食べに行こう。食べながら説明してあげるよ。